こんにちは、まなぶです。今回は SEO 対策の動画講義というテーマでお話をしていきます。で、僕の現在の経歴として SEO 歴っていうのは6年ぐらいなんですけど、そのノウハウっていうのを完全に無料で公開していこうと思っています。動画を閲覧するメリットは3つあります。1つ目、SEO 対策を学ぶならこの動画を見たら OK。 2つ目、完全初心者でも理解できる丁寧な解説。3つ目、量は多いです。しかし確実に価値があります、という感じになっています。で、大半は音声のみでも学習できますので、この YouTube っていうのをつけっぱなしにしておいていただけたら、ある程度は理解できると思います。ただ一部図を使って解説をするので、そこだけは画面を見ていただけると嬉しいです。続いて動画の信頼性ですね。で、僕の SEO 歴6年ほどで、一応今ブログも運営しておりまして、で、それが月間のアフィリエット収益ですね。これが250万円くらいです。で、ブログのアクセス数は月間80万回ですね。で、それで、今個人ブログで月間80万回ぐらいの、閲覧数なんですけど、これは多分かなりトップクラスなんじゃないかなと思っています。なので、僕がお話しする内容っていうのも、ある程度信頼性が保てるんじゃないかなと思っています。はい、続いて動画の目次ですね。この5本立てとなっています。1つ目、検索エンジンの仕組みとは。2つ目、 SEO 対策の基礎編で、ここで検索エンジンに詳しくなろうというパートです。で、3つ目が SEO 対策の中級編で、まずはここを押さえておくべきっていうところですね。で、4つ目が SEO 対策の実践編で、ここを理解したら作業しようというパートです。まあ、作業っていうのは具体的にはサイトを作ったりとか、あとアフィリエイトを始めたり、ブログを書き始めたりみたいな感じです。で、5つ目、最後 SEO 対策の豆知識ですね。で、このあたりで、例えばノーインデックスの使い方とか、あとは、ちょっとニッチな場所だと301リダイレクトみたいな、そういう手法があったりするんですけど、そのあたりの細かい知識を解説していきます。はい、というわけで早速1つ目、検索エンジンの仕組みとはですね。で、これ3つのパートに分かれておりまして、1の1、有名な検索エンジン紹介。1の2、順位が決まる仕組みとは。1の3、Google を騙すのがコスパが悪い。こんな感じですね。で、順番に進めていきます。まず1の1です。有名な検索エンジンの紹介。で、これ、Google、Yahoo、Bing っていうふうにあるんですけど、基本的にもう Google が神様というか、もう Google だけ見ておけば大丈夫です。で、市場シェアとしては、Google が8割ぐらいですかね。で、Bing とか、あと他の検索エンジンっていうのが残り2割ぐらいを競ってるっていう感じです。で、日本だと、Google と Yahoo が一般的なんですけど、ただ Google と Yahoo 見え方が違っても、裏側の検索エンジン全部一緒ですね。で、なんでかっていうと、その Yahoo が、Google の検索エンジンっていうのをそのまま採用してるので、なので、言ってしまえば Google で検索しようが Yahoo で検索しようが、基本的に順位は一緒っていう感じです。はい、続いて順位が決まる仕組みを解説していきます。で、順位は基本的にこの3つの要素が大切ですね。で、1つ目がリンク、2つ目がコンテンツ、3つ目がサイト設計となります。で、リンクといっても基本的には3種類ありまして、内部リンク、外部リンク、非リンクですね。で、これ後からの章でも詳しく解説するんですけど、簡単に触れておく置くと、例えば内部リンクとかだと、これ僕のサイトなんですけど、プログラミング学習の始め方っていう記事があって、で、これで言うと内部リンクは例えばここですね。記事の信頼性っていうところで、僕が過去にフリーランスエンジニアとして月収100万円ぐらい稼いだことがあるんですけど、それを内部リンクとして貼っています。同じサイトに対してリンクを貼ることですね。これが内部リンクです。で、一方で外部リンクとしては、この記事を見ていくと、例えばこのプログラミングで月5万円稼ぐが簡単な理由っていうところで、この LP コーディング案件っていう場所をリンクにしてるんですけど、これは外部リンクですね。これランサーズっていう別のサイトに飛んでいくので、これが外に行くので外部リンクです。で、もう一つ非リンクっていうのがあって、非リンクは被せられるリンクっていうことで、例えばこれ僕のサイトがあったとして、で、一方でこっちにウェブ白熱教室さんというサイトがあるんですけど、この方の記事をこうパーって見ていくと、ここですね、参考の場所に僕の記事が貼ってありまして、
で、ここから非リンクされてるっていうことですね。別のサイトで紹介されたらそれが非リンクになりますっていう感じです。これがリンクの基礎ですね。で、その次コンテンツ、まあ、コンテンツ要するに記事のことなんですけど、まあ、じゃあいいコンテンツって何かっていうと、基本的に読者の問題を解決する記事ですね。で、例えばプログラミング学習の始め方の記事であれば、この記事を読んだ読者がプログラミング学習を始めることができるという記事がいい記事という感じです。で、このコンテンツの作り方も後々の章で詳しく解説していきます。で、最後サイト設計ですね。で、基本的にはブログかもしくは特化サイトっていう感じです。で、例えばブログで言うと、僕のサイトとかまさにブログですね。まあ、サイト名からも分かる通り、マナブログで、ブログですよね。こんな感じで、まあ、よくあるブログサイトですね。新着記事がバーっていっぱいあります。で、これがブログサイト。で、一方でもう一つ、特化サイトっていうのがあって、特化サイト何かっていうと、一つのジャンルに特化しているサイトですね。で、例えばこれ、クレジットカード大学っていうサイトで、これ結構有名なアフィリエーターの方が作ってるんですけど、めちゃくちゃ見やすいですね。で、基本的にクレジットカードに関する悩みっていうのは、ここで全て解決できるんじゃないかなと思います。例えば、高還元カードとか、年会費無料とか、まあ、こういった感じですね。で、こういった特化サイトは、基本的にクレカ情報以外は入ってないですね。クレカのみに特化したサイトです。なので、特化サイトです。という感じで、基本的に順位が決まる仕組みっていうのは、リンクコンテンツサイト設計、まあ、そういった話になります。はい、続いて 1-3 ですね。 Google を騙すのがコスパが悪いというので、検索エンジンの歴史っていうのをざっくり振り返ってみます。で、2012年から2016年ですね、これが、非リンクの黄金時代でした。で、先ほどあの非リンクの概念っていうのをお話ししたと思うんですけど、昔、まあ今でもそうなんですけど、非リンクって購入することができて、で、それで、リンクをこう購入してペタペタ貼ると、検索で上位に入れるみたいな時代ですね。で、今でも聞くっちゃ聞くんですけど、まあ徐々にGoogle がそういった対策を進めてきていて、最近だともうかなり聞きづらいですね。っていう感じです。で、その後2016年から2017年、これが量産&長文 SEO 時代ですね。で、例えば今でもこの戦略で戦っているサイトがあって、で、有名どころで言うと、例えばきなりのとかですね。で、これ、価格 .com が運営しているウェブメディアなんですけど、まあ、典型的な長文 SEO で量産型って感じですね。例えばこの旨味たっぷり、今日作りたい、ベーコンの炒め、ベーコンの褒められレシピ30品みたいな。で、なんかまあよく見たことがあるようなサイトの構造になっていて、で、まあなんかすごい長い記事がバン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 入ってる感じですね。こんな感じです。で、こういった場所は基本的に記事を量産していて、で、記事の数っていうのを調べることができるんですけど、こんな感じで調べます。サイト、コロン、https、きなりの .jp ですね。で、ここにドメインを入れると記事数っていうのを見ることができて、で、きなりのだと、2018年の12月現在ですね、この動画を撮っている段階で 33,900件っていうのが、Google に登録されています。つまり、33,900 記事ぐらいあるってことですね。まあ、ものすごい量ですよね。なので、こういった長文 SEO、量産 SEO みたいなサイトと、真っ向勝負するのはあんまり良くないですね。企業がコストかけてガンガン攻めてきています。で、その次、2017年か18年、これ EAT 時代ですね。で、EAT 何かっていうと、僕のサイトで解説してるんですけど、2018年の8月に Google がコアアルゴリズムアップデートっていうのを行いました。で、Google って基本的に2年おきに結構大型のアルゴリズム変更っていうのを行うんですけど、その時にサイトの順位っていうのがガツッと変わりますね。で、僕の場合は結構いい方に働いて、で、現在プログラミングスクールで1位だったり、あと IT 転職エージェントで1位、フリーランス求人サイトで1位みたいな感じで、結構その競合が激しいワードでも1位を取れてます。で、じゃあ EAT 何かっていうふうに話戻すんですけど、ここですね。専門性、権威性、信頼性。この3つの頭文字を取ったのが EAT です。で、EAT、まあ何すればいいか、っていうと、まあ、ざっくり言うと、まあ、ブランディングして、しっかりサイトを運営していきましょう、みたいな感じですね。
で、じゃあブランディングして、じゃあしっかりサイトを運営していくために、じゃあいいコンテンツだったりを入れていかないといけないんですけど、その方法論っていうのを今回の解説で徐々にお話ししていきます。はい、というわけで続いて SEO 対策の基礎編ですね。で、これが本当 SEO の基礎の基礎の部分なので、基本的に知っている方も多いんじゃないかなと思います。ただ、もし知らない方がいたら、ここを知らずにサイト運営するのって、かなり無理ゲー感があるので、しっかり押さえるようにしてください。で、3本立てになっていて、2-1 SEO の基礎と本質、2-2 用語解説、2-3 参考書籍の紹介、この3本立てで進めていきます。まず 2-1 SEO 対策の基礎と本質ですね。で、ぶっちゃけここが一番重要だと思うんですけど、3行で解説をします。まず1つ目、検索されるワードで適切な情報を発信する。2つ目、適切な情報を適切な構成で執筆する。3つ目、次に知りたい情報も記載すると最高です。はい、それでまず検索されるワードで適切な情報を発信するっていうところで、例えば、具体例を挙げていくと、プログラミング独学とかの場合ですね。で、これ僕も記事を書いてるんですけど、プログラミング独学で調べる読者に対しては、プログラミング独学ができるかどうかっていう記事を書けば OK ですね。で、それで基本的にこれ、SEO をやるときっていうのは、最初キーワードありきでコンテンツを作っていくんですけど、よくある初心者の間違いとしては、最初からこう記事をバーって書いちゃって、で、それで、あれ、記事は書いたけど、なんかどこで終わらせたらいいんだろうみたいな感じになっちゃう状況ですね。大切なのは、まずはキーワードを設定して、で、読者の悩みっていうのをちゃんと明確にして、そこに対して記事を書いていく、コンテンツを作っていくことです。で、その時に常に検索されるワードで適切な情報を発信する、読者の問題解決にフォーカスするっていうのが一番大切になります。で、その次に適切な情報を適切な構成で、執筆するっていうことに関しては、例えばプログラミング独学は無理じゃないっていう、プログラミングの独学に関する記事を書くんだったら、まず最初に、問題解決にフォーカスをすることですね。例えば、プログラミングスペース独学とかで検索する人は、プログラミング独学できるかどうかを知りたがっていますよね。なので、その人に対して、独学は無理じゃないですよ、みたいな感じで、まずはその問題を解決してあげるってことですね。で、よくある間違いとしては、適切な情報を適切な構成で執筆できていないブログとかサイトが多くて、で、例えばプログラミングの独学の記事を書くときに、最初に自分の体験談を持っていっちゃうとかですね。で、体験談書くのは全然いいんですけど、例えばあれですね、プログラミング独学で検索した人に対して一番上に私が独学をした時の体験談みたいのがあったら、いや、それよりもまず独学できるかどうか先に教えてくれよって感じになりますね。なので、まずは問題を解決してあげて、で、必要に応じて体験談を混ぜるっていう感じです。で、このあたりって、例えば、武勇伝が多い上司とかもそうかもしれないんですけど、例えばなんか仕事に関する何か質問をしたときに、上司がいきなり、いや、自分の過去はこうで、みたいな武勇伝を語り出したら、結構それって聞くのって悪いじゃないですか。というよりも、なんか早く私はこの業務がしたいだけなので、なんか具体的な解決のポイントだけを先に教えてくれみたいな、あなたの武勇伝はいらないですみたいな感じに思うと思うんですよね。で、それが、現実世界でもインターネットでも一緒で、インターネットで自分語りばっかりしてるサイトとかって基本的にあんまり好かれないですね。なので、そこだけ注意してください。で、このあたりのその記事構成の作り方とかっていうのも、後々の項目で詳しく解説していきます。で、その次に、ここもめちゃくちゃ重要なんですけど、次に知りたい情報も記載すると最高ですっていうところで、例えばプログラミングの独学で検索する人は、じゃあなんで独学でこれ検索するかっていうと、独学できるかどうか知りたくて、で、この記事を読んだことによって、あ、プログラミングって独学できるんだっていうことをまず理解しますよね。で、この次の行動にも情報を与えてあげるっていうことですね。で、具体的に何するかっていうと、独学って調べた人に対して、学習方法もちゃんと教えてあげるってことですね。
独学、プログラミングスペース独学で調べて、で、記事の読者が、あ、プログラミングって独学できるんだってまず気づきます。で、その後に、あ、じゃあ独学の方法を知りたいなって、多分その一歩先まで情報を提供してあげるっていうことですね。で、これ結構できてないサイトがあって、ただここはできると、記事を書いたことによって、読者の行動にまでつながる記事っていうのを作れるので、そうするとサイトの価値っていうのが一段階ぐっと上がりますね。で、例えば、それをアフィリエイトとかで応用すると、かなり収益が上がるサイトっていうのを作ることができます。という感じで、これ SEO の基礎と本質で、ここがすごい重要なので、ぜひここだけはしっかり頭に入れておいてください。はい、続いて用語解説ですね。これ、内部対策、外部対策っていうところから解説をしていくと、内部対策っていうのが、いわゆる、サイトの内部の対策で、サイトのコードとかですね。で、これが、僕の運営しているマナブログの中身のコードなんですけど、これ実は、かなり綺麗に作っていて、で、もともと僕がエンジニアだったので、このサイトのコードっていうのは全て自作しています。で、こんな感じで、内部のコードをきれいにすることによって、SEO で評価されやすいっていう感じですね。はい、その次に、外部対策っていうのがあって、先ほど、非リンクを貼ると順位が上がるみたいなお話をしたと思うんですけど、まあ、それと一緒ですね。どうやってサイト運営したら非リンクが貼ってもらえるかっていうのを考えたりとか、あとは、非リンク以外でもソーシャルで、こう、SNS とかで拡散してもらったりとかですね。そういったのが外部対策って呼ばれます。で、その次、非リンク、内部リンク、外部リンク。で、これに関しては先ほど解説したから問題ないですよね。で、その次に、ロングテールとビッグワードっていうのがあって、で、例えば、ビッグワードから解説をしていくと、プログラミングスクールみたいな、こういうワードは基本的にはビッグキーワードって呼ばれたりします。ビッグキーワードもしくはビッグワードですね。で、ビッグワードとかビッグキーワード何かっていうと、収益とかアクセスにつながるキーワードですね。で、例えば、プログラミングスクール。これ僕のサイト今1位取れてるんですけど、ここで1位を取ると、月間でだいたい100万円ぐらいの収益が入ってきますね。で、これが、ビッグキーワードです。で、その次に、ロングテールですね。で、ロングテール何かっていうと、例えば、プログラミングスクール、スペース、価値とかですね。で、例えばこれ、スペース価値とかで調べる人って、プログラミングスクール行こうかどうか迷ってたりみたいな、なんて言うんですかね、プログラミングスクールを調べる人よりは少ないんですけど、ただ継続的に調べられるキーワードですね。で、こういう、例えばプログラミングスクール価値もそうですし、プログラミングスクールスペースおすすめとか、スペース比較とか、スペースオンラインとか、スペース Python とか、スペース関西とかですね。こういったのを、ロングテールキーワードって呼びます。続いて、ASP、CTR、CVR ですね。で、ASP 何かっていうと、これ、アフィリエイト ASP のことですね。で、これ知ってる方いるかもしれないんですけど、AFB っていうサイトとかは結構有名で、で、こことかだと、アフィリエイト ASP で、アフィリエイターが商品を仕入れたりできます。で、例えばこのスキンケア特集っていうのをクリックしたんですけど、で、まあ、こういうのですね。すっぴん美肌をコンサルティングみたいな、こういう商品を売ると、アフィリエーターに1080円支払われますみたいな。で、こういったアフィリエート ASP っていうサイトからアフィリエーターが商品を仕入れる感じですね。で、こういうのを ASP って呼びます。で、その次 CTR、CVR。で、CTR、CVR 何かっていうと、CTR がクリック率、クリックスルーレートですね。で、CVR が、コンバージョンレート、制約率ですね。で、例えば僕の記事をもとに解説をすると、こういったプログラミングスクールおすすめ記事があって、で、こう読者がスクロールしていって、で、例えば、リンクがあるんですけど、このあたりですね。テックアカデミーの無料体験はこちらっていうリンクがあって、で、ここを、読者がクリックしたら、これが、CTR で、100% になりますね。なんでかっていうと、今僕がアクセスをして、一人の読者が一回訪問して、それでクリックしたから 100% ですね。で、仮に、読者が二人ぐらい来て、で、二人のうち一人がクリックしたら CTR 50% ですね。で、これ記事にもよるんですけど、まあ、大体 3% ぐらいクリックされれば、平均値みたいな感じです。
で、その次 CVR なんですけど、例えばこのテックアカデミー無料体験はこちらっていうリンクを読者がクリックしたとして、で、これで無料体験のページに行きますね。で、これで、勉強を始めるって場所を押すと、名前と、かなと、メールアドレスを入れる欄があるんですけど、読者がここに情報を入力して、で、勉強を始めるっていうボタンを押したら、これが 1CVR ですね。1制約。で、例えば、今こういうページに進んできて、で、一人の読者が、来て、で、そのまま制約したら、これは CVR100% です。まあ、ただ CVR 制約率 100% ってことは起こらないので、基本的には、まあ、3% から 8% ぐらいの数字っていうふうになります。はい。というわけで、その次、サチコ GRC アフィカスですね。で、サチコ何かっていうと、これ Google Search Console の略ですね。で、結構皆さんサチコって、省略したりします。で、これ、SEO をやるんだったら必須ツールなので、ぜひ導入した方がいいです。まあ、具体的な使い方とかは後々の章で解説をしていきます。で、その次 GRC ですね。で、GRC 何かっていうと、まあこれですね。ちょっとサイト古い感じなんですけど、Google の検索キーワードの順位を測れるツールですね。で、これも割と SEO の鉄板ツールですね。で、このあたりも後々で使い方を解説していきます。で、最後、アフィカスですね。で、アフィカスって何かっていうと、アフィリエーターを抽象するような言葉で、基本的にアフィリエーターって世の中から嫌われてたりして、で、僕もアフィリエーターなんですけど、アフィカスって言われたりしますね。で、アフィカスはなんかその、なんだ、世の中にこう、大して貢献もせずに、その広告費だけで生きているようなアフィリエーターカスみたいな。で、それはアフィカスって呼んだりします。はい、続いて、2-3、参考書籍の紹介ですね。で、これ、SEO 内部対策の教科書っていうのが割とおすすめです。で、これ、結構 SEO の技術面から本質の理解ができるので、まあ、一冊読んどいてもいいかなとは思います。まあ、ただ、まあ、読まなくても OK かなっていうふうにも思ってます。で、なんでかっていうと、今回僕のこの動画で、基本的な SEO の仕組みっていうのは全て解説していくので、この書籍、もちろん読んでもいいんですけど、まあ、読まなくても問題ないっていうぐらい、この動画コンテンツっていうのは作り込まれています。なので、まあ、気になる方いたら、買ってみてもいいかもしれないです。まあ、ただ、めんどくさいなって方は、この動画だけ見ていただけたら、SEO に関しては十分な知識がつくと思います。はい、続いて3-1、内部対策に進んでいきます。で、これ、内部対策重要性っていうのは徐々に下がっていまして、で、基本的にサイトを作る場合って最近だとワードプレスを使う場合が多いと思うんですけど、基本的に2018年以降、17年、18年以降のワードプレステーマだったら、基本的にほぼ問題ないですね。事前に内部対策っていうのがもうされているテーマばかりなので、特に気にしなくていいんじゃないかなっていうのが結論です。で、あと他のツールですね。Wix だったり、あと、例えばライブドアブログ、ハテナブログとか、まあそういったサイトも基本的にもう内部対策ってもうされていて当たり前みたいな感じなので、変にガチャガチャコードいじった、なんか壊れたテーマみたいな、まあそういうのってほとんど存在しないんですけど、そういうのを選ばない限りは全然問題ないですね。ただ、一点だけ注意した方がいいのは、ページが重すぎるのは注意した方がいいですね。で、例えば、まあ、初心者の方は最初見ておくべきはページの読み込みの重さですね。で、それでページを開いた時に、例えば10秒ぐらい開かないとか、まあ、そういった状況だったら、一旦その専門家とかに確認してもらう方がいいと思います。ただ、基本的に3秒とか5秒ぐらいで開くのであれば、まあ、ぶっちゃけほぼ問題ないですね。で、大体そのページ重くなる原因って重たすぎる画像を入れちゃってるっていうのが原因なので、まあ、そのあたりで画像のサイズをちっちゃくするみたいな、そういうことをすれば軽くなることが大半です。で、このあたり SEO の内部対策、詳しい内容っていうのは一応僕のサイトにありまして、で、結構これ、専門的な解説をしているんですけど、まあ、もし気になる方がいたら、こちらもご覧いただけるとという感じです。まあ、ただ結構難しい内容であって、かつ、まあ、先ほどの繰り返しなんですけど、もう最近のサイトってほぼこれ、問題なく作られているので、まあ、気になったら、参考程度にご覧いただけたらという感じです。
はい、続いて外部対策ですね。で、これ、内部対策と同様で、重要性っていうのは年々下がってきています。で、基本戦略としては、信頼性のある記事、で、それでお役立ち記事ですね、読者の問題を解決する記事っていうのを上げていくのが、もう、すごい地道なんですけど、まあ、ぶっちゃけそれしかないですね、基本的に。まあ、ただ、2018年ぐらいからのトレンドで言うと、ソーシャルの重要性っていうのが、これ、まあ、圧倒的に高まってますね。で、僕とかだと今、ツイッターの運用っていうのを力を入れていて、で、フォロワーが3万人ぐらいを超えてきたんですけど、これぐらいになってくると、もう、運営しているブログとかって明らかに記事の順位が上がりやすいですね。SNS とかツイッターで拡散すると、だいたい2000人、3000人っていうのがバッて入ってくるんですけど、そうすると、そこで Google のロボットっていうのも一緒に入ってきて、で、それで順位がつきやすいみたいな構造ですね。なので、Facebook でもいいんですけど、ツイッターでも、あとは場合によってはインスタとかですね。で、そのあたりっていうのは、しっかり運用していく必要がある時代かなと思っています。で、あと一つだけ外部対策に関しての、テクニック的なお話をしておくと、例えば企業というか、まあ、イベントとかですね、イベントとかに協賛するのもありかなと思っています。例えば、プログラミング学習のサイトを運営しているとして、で、どっかの企業がプログラミングのなんかセミナーみたいなのを開いたとして、で、そこにお金をちょっと払って協賛する感じですね。で、協賛するとそのサイトで紹介されたりしますよね。っていう感じで、あえてお金をこう外部にばらまくことで、そういったサイトから紹介されやすくなるっていう。で、これでもし紹介されたら、非リンクっていうのを1個ゲットできるので、まあ、これが外部対策みたいなのにつながってくると思います。まあ、ただなんかやりすぎてリンク増やしすぎると、Google に怒られて、順位を落とされたりするので、やりすぎっていうのは、注意が必要ですね。あくまで、自分のサイトと関連性のあるイベントのみに、協賛するみたいなやり方っていうのをやっていけば、問題ないかなと思います。はい、続いて非リンクについての解説です。で、これ効果抜群って先ほども何度かお話ししてるんですけど、まあ、ただ利用に注意ですね。で、最近だと100本のゴミリンクを入れるよりも1本の紙リンクがあった方がいいですね。で、例えば何かっていうと、昔ってリンク1万本とかってバンって買えたりすることができて、で、リンク1万本で3000円みたいな、そういうパッケージがよく売られてたんですけど、まあ、そこのじゃあ1万本のリンクどういうサイトからつくのかっていうと、基本的になんかまあゴミみたいなサイトなんですよね。で、そういったゴミサイトからリンク貼っても意味ないので、基本的にちゃんと運営されていて読者から信頼されているサイトで、そういった場所からちゃんとリンクが貼られるようなサイト運営を目指すみたいな、これがまあ遠回りのように見えて、まあ結局最近はこの方法しかないですね。だから非リンク昔は買ったりしてたんですけど、最近だったらもうしっかりサイトを運営して信頼を構築していくのが一番大切です。で、例えばじゃあ一つだけちょっとテクニック的なことをお話ししておくと、新しい情報っていうのをなるべく早く発信するみたいなっていうのが一つ非リンクを獲得しやすい鍵かなと思っていて、例えばこちらの記事ですね。 Google Core アルゴリズムアップデートとはAI 時代の SEO 戦略っていう感じで、これアップデートがあった後すぐに僕が記事を書いたんですけど、で、じゃあどういったアップデート内容なのかっていうのをまとめて、その後に僕の実際のデータとかっていうのを公開しつつ、こういった戦略を取ると伸びますよみたいなっていうのを解説しています。で、こういったのを発信することで、なんていうんですかね、他のサイトから非リンクが貼られやすいんですよね。で、なんでかっていうと、他のサイトがコアアルゴリズムアップデートに関して書こうと思った時に、僕のサイトをこう見に来て、で、僕のサイトにしかないデータっていうのがここに掲載されていたりするので、それで非リンクがつきやすいみたいな。まあ、一言で言うと、なんか一次情報ソースになりましょうみたいな感じですね。で、こういった感じで、自分しか持ってないデータですね。で、これがまあ一次情報ですよね。で、こういうのを掲載すると非リンクがつきやすかったりします。
はい、続いて内部リンクの解説ですね。で、これ、アフィリエイターの方のツイートだったり、ブログだったりを見ると、内部リンクの本数がなんか SEO に関係するみたいな話が書かれてたりするんですけど、ぶっちゃけ関係ないですね。もちろんその SEO って正解が誰にもわからないので、これが必ず正解とは言えないんですけど、ただ、僕の基本方針として、SEO6 年やってきて、で、サイトっていうのをすごい育ててきた経験から思うのは、本数は全然関係ないです。じゃあ、どういう時に内部リンクを貼ればいいかっていうと、読者が知りたい時に添えるだけですね。で、内部リンク貼った時に、結局クリックされない内部リンクって全然意味がないので、基本的に必要に応じて入れるだけですね。で、ちょっと補足として色は必ず青にしましょうっていう。で、これちょっと余談なんですけど、なんか内部リンクとかサイト内のリンクの色をなんか、例えばオレンジ色とか赤とかにしてる人いるんですけど、あれリンクって分かりづらいので、基本も全部青にした方がいいですね。で、ちょっと話を戻して、じゃあ読者が知りたい時に添えるだけっていう書き方をしてるんですけど、じゃあこれどういうことかっていうと、例えば、このプログラミング学習の始め方の記事とかだと、例えば、このどの言語をどの順番で学べばいいかみたいな項目があって、でそこで、僕はこの HTML、CSS みたいな順番で勉強しましょうっていうふうに書いた後に、具体的な学習手順はこちらの記事をどうぞっていう感じで内部リンクを貼ってますね。でこういう時って基本的に勉強の仕方皆さん具体的な手順知りたいと思うので、かなりの確率でクリックされますよね。こういう感じで必要な時だけ貼れば OK です。で、必要じゃない時は無理して貼らなくていいですね。で、やっていけば、僕の記事って結構内部リンクが多かったりはするんですけど、ただこれでも全然 Google からペナルティーなんてもちろんないですし、順位っていうのも全然上がって、アクセスもかなり来ているので、全然内部リンクっていうのは必要に応じて常に貼っておけば OK っていう感じですね。はい、続いて外部リンクの解説です。で、これも、サイトによっては外部リンクなるべく減らしましょうみたいな話が書かれていたりするんですけど、ぶっちゃけ最近の SEO だとほぼ関係ないですね。で、厳密に言うと昔の SEO、昔の Google のアルゴリズムだと外部リンクっていうのは少ない方が良かったんですけど、最近は関係ないので、貼っちゃっていいと思います。ただ、なるべく減らした方がいいかもというのがあって、なんでかというと、例えば先ほどの記事 で、このどの言語をどの順番で学べばいいかみたいな項目 で、僕の場合は、ここ、独学方法っていうのを内部リンクで流してますよね。で、こういうところは内部リンクがいいです。で、なんでかっていうと、ここがもし仮に外部リンク、ここをクリックした時に僕のサイトじゃない場所に読者が飛んでったら、多分読者ってもう戻ってこないですよね。なのでこの読者は戻ってこないような外部リンクっていうのは、できれば減らした方がアクセスは増やしやすいですね。で、一方で外部リンクって言ってもいくつか種類があって、例えばこういったところですね。プログラミングで月5万円を稼ぐが簡単な理由っていうところで、この LP のコーディング案件っていう場所にこれ外部リンク貼ってるんですけど、こういった外部リンクの貼り方だと、読者が、どういった案件なんだろうって感じで外部リンクを見に行きますよね。で、こういう案件があるのかっていうのが分かって、それでまた僕のサイトに戻ってきますよね。こういった外部リンクだったら基本的に問題は少ないですね。それであと最後に1点だけ補足しておくと、クリックされることが大切ですということで、これ内部リンクも一緒なんですけど、基本的に読者にとって必要じゃない内部リンク、読者にとって必要じゃない外部リンクっていうのは設置する必要がないですね。なんかアフィリエーターの方とかでどうしても順位上げたい記事があって、でそれでそのページばっかリンク貼るみたいなやり方をする人もいるんですけど、ぶっちゃけそれほぼ効果がないのでやめた方がいいです。で、それをやることによって読者のユーザビリティというかサイトの読みやすさですね、そういうのが損なわれていくので、繰り返しなんですけど、内部リンクであろうが外部リンクであろうが、必要な時に必要な本数だけ貼れば OK っていう、もう至ってすごいシンプルな結論です。
はい、続いて SEO 対策の実践編について解説をしていきます。 4-1 サイト設計のコツ、 4-2 キーワード選定、 4-3 ロングテールキーワード集客、 4-4 記事設計&執筆、 4-5 タイトルの付け方、 4-6 メタディスクリプションの書き方、 4-7 メタキーワードの書き方、4-8リライトの方法という感じで、この実践編を終えた頃には SEO に関してかなり詳しいという状態を目指せるかなと思います。はい、それでは4-1サイト設計のコツを解説していきます。でまず1つ目、初心者だったらまずはニッチを狙うべきですね。で2つ目として、1つのカテゴリーに対して階層化して記事にする。で3つ目として、ツールを使いつつオリジナル要素も含めましょうという形で、まず初心者だったらニッチから攻めるべきですね。でそれで例えばなんですけど、まあこういった感じですね。英語スペースアプリっていう記事で上位を狙いたいんだったら、まずは英語スペースアプリっていうキーワードに対して記事を入れて、それに対して内部リンクを当てていきます。英語アプリリスニングとか、英語アプリトイックとか、英語アプリリーディングとかですね。で例えばここのリスニング、英語アプリリスニングで言うと、英語のリスニング学習に最適なアプリ10選とかですね。でその次こちらと、英語で英語の、トイック学習に最適なアプリ10選とか、あとこっちだと英語のリーディング学習に最適なアプリ10選みたいな感じでやって、で一番上の階層にあるこの英語アプリでは、例えば英語の、学習アプリ総まとめみたいな、目的別にまとめましたみたいな感じですかね。っていう感じで階層化してサイトの設計っていうのをしていきます。でこれが本当 SEO の基礎っていう感じですね。でじゃあツールを使ってキーワードを抜き出していくんですけど、じゃあ具体的にどのツールを使うかっていうと、このこれですね、 relatedkeyword.com っていうツールなんですけど、ここで検索キーワード、例えば英語スペースアプリとかで入れてみます。で取得開始をしますね。でそうするとこんな感じの結果が出てきて、で英語アプリ翻訳とか、英語アプリゲーム無料、おすすめ有料、初心者文法みたいな、でこんな感じでキーワードがザーって出てくるので、これで記事を書いていく感じですね。で記事を書きつつ、一番順位を上げたい記事に内部リンクを流していくっていう感じです。このオレンジ色の線が内部リンクですね。でよくある質問として、じゃあ全部の記事から内部リンクを流した方がいいですかみたいな質問があるんですけど、まあ、それはケースバイケースですね。先ほども話したと思うんですけど、内部リンクって基本的にクリックされないと意味ないので、基本的には必要に応じて内部リンクを貼るみたいな考え方で OK です。であともう一つ補足しておくと、キーワードってすごいいっぱいあって、で、これを、階層化して書いていくと、まあ結構、慣れないうちは難しかったりするので、僕は結構マインドマップでこんな感じに整理したりしています。で、これちょっと申し訳ないんですけど、有料になっちゃうんですけど、アフィリエイトっていうキーワードで僕が実際に整理したマインドマップですね。でこの、マインドマップ通りに僕はブログを執筆していまして、でそれで今アフィリエイトのキーワードだと現在多分3位か4位ぐらいですねっていうのを取れていて、で月間で多分7、80万円っていう収益を出すことができています。なので、まあ、マインドマップの整理っていうのは必須じゃないんですけど、まあ、ただキーワード最初いっぱいあるので、最初できる限りまあ、こんな感じでまとめてみると理解しやすいかなっていうのがありますね。はい、続いてキーワード選定の方法を解説していきます。でここをまず3行で解説をしていくと、ツールを使えば楽勝です。で次に、収益化のキーワードも決まっています。で3つ目、カテゴリーを超えたキーワードも狙おうという感じで、まず1つ目から解説すると、ツールを使えば楽勝です。これ先ほどお見せしたこれですね、リレーティドキーワード、これを使えば基本的にキーワード調査っていうのは簡単にできます。
で、その次、収益化のキーワードも決まっていますというところで、で、じゃあ収益化のキーワード、具体的にどれかっていうと、もうこのサジェストの部分ですね。ここ、Google サジェストってなってる、ここの場所で上位を取れれば、基本的に収益が発生します。で、アフィリエイトをするんだったら、ここで収益が発生しますし、何か自社のものを売りたいのであれば、こういったサジェストで上位を取れると、アクセスが多いので、制約につながりやすいですね。で、その次に、カテゴリーを超えたキーワードを狙おうっていうのがあって、これちょっと発展系の、話なんですけど、じゃあちょっと具体例をお話しすると、例えば、これ、退職代行っていうキーワードですね。で、最近これちょっと流行ってるんですけど、会社辞めたい人の代わりに、例えば僕が会社辞めたくて、で、それで上司が怖いから会社辞めますって言えなかったとしますね。で、その時にこの退職代行っていうサービスを使うと、僕の代わりにこの代行サービスが、僕の会社に連絡してくれるっていうやつですね。で、これ結構今ニュースになったりして、有名になってるサービスなんですけど、で、僕もこれ記事を書いていて、で、これインタビューあり、退職代行とはっていう記事ですね。で、これ、検索すると多分退職代行っていうキーワードで3位ぐらいを取れてると思います。で、この記事1本だけで、一応アフィリエイト収益も発生していて、で、月に、10万から15万ぐらいですかね。で、それぐらいが発生しています。で、基本的に、じゃあ、退職代行で上げるためには、まあ、こんな感じでサジェストの記事を書いていったりするっていうのが基本的な戦法なんですけど、まあ、ただ、そういった基本戦略だけじゃなくて、別の方法もやった方がよくて、で、その一つの方法がこれですね。ちょっと難しいかもしれないんですけど、働きたくないっていうキーワードで僕は1位を取っています。で、この記事ですね。で、この記事の下の方をクリック、スクロールしていくと、一番下にこれインタビュー割って退職代行の記事があります。で、これどういうことかっていうと、働きたくないっていう人に対して、記事の一番下で退職代行のリンクを貼っていますね。ってなるとこれ結構な確率でクリックされます。で、クリックした人が退職代行に興味を持つみたいな感じですね。で、こういった感じで、働きたくないってちょっと、離れてるキーワードというか、こうやってサジェストだけ見てたら思いつかないキーワードなんですけど、そういった少し離れたキーワードから内部リンクを流してあげる感じですね。そうすると、退職代行みたいなキーワードで上位を取れたりします。というわけで、これちょっと最後発展系だったんですけど、お話をしておきました。はい、続いてロングテールキーワード集客について解説をします。で、一つ目、収益の安定化につながる。二つ目、収益化記事に内部リンクを流す感じ。で、三つ目、書きづらい記事は書かなくて OK という感じで、ロングテールそこまで難しくないんですけど、例えば、先ほどの例で言うと、これですね。で、英語アプリっていうので上位を目指したいのであれば、ここの下の部分がすべてロングテールです。英語アプリリスニング、英語アプリトイック、英語アプリリーディングみたいな。で、例えばこのツールでいくと、英語アプリ以外のキーワードですね。このあたり。全部ロングテールです。このあたりですね。というわけで、英語アプリっていうので上げたいのであれば、ロングテールのキーワードを攻めないといけないっていうお話ですね。で、あと、一つポイントがあって、書きづらい記事は書かなくて OK というところで、例えば具体例を挙げると、英語アプリ Android っていう記事を書いたとして、その後に、英語アプリ Android 無料みたいなキーワードもありますよね。で、あとこっちだと英語アプリ Android 無料。まあ、カタカナとひらがなになってるだけみたいな。あと、ここだと英語アプリ Android 無料あるなしみたいな感じですね。で、こういった場合の、このキーワードですね。ちょっと抜き出すと、こんな感じですね。で、例えば、英語アプリ Android っていう記事で、ここで有料と無料の Android アプリを紹介。まあ、例えば、英語アプリ Android っていうキーワードで、有料と無料の Android アプリを紹介するみたいな記事を作った場合に、その後にじゃあ、英語アプリ Android 無料とか、英語アプリ Android 無料みたいな、こういった記事
これってどうやって書いていいかわからないっていう疑問が出てきますね。過去記事と重複しちゃうってことですね。で、こういった場合は、まあ、簡単で、こっち書かなくて OK です。こっち不要です。で、こっちのキーワードで、すべてこちら側もカバーされてますので、あ、これもう前の記事と重複するなと思ったら、こっちのキーワードは全然無視しちゃって OK です。というわけで、すごい簡単ですね。で、以上がロングテールキーワードの解説です。はい、続いて4の4、記事設計と執筆のコツですね。で、ここは多分一番最重要なパートですね。で、執筆にはテンプレートっていうのがありまして、まあ、ただこれ、ここで解説していくとすごい長くなるので、別の動画っていうのを用意しています。で、こちらですね。僕のチャンネルにあるんですけど、ブログ記事の書き方っていう、動画ですね。で、これすべてで、4本立てかな ?3 本立てですね。3本立てになっていて、で、合計30分ちょいぐらいで、かなりがっつり、ブログ記事、まあ、ブログって書いてるんですけど、まあ、SEO を意識したブログ記事ですね。の書き方っていうのを、解説しています。で、実際僕この方法を使って、SEO とかで月間80万 PV を作ったりとか、あとブログで言うと月間の収益で200万円以上ですね。っていうのを作れているので、まあ、かなり、自分で言うのもなんなんですけど、かなり有益なんじゃないかなと思っています。なので、こちらぜひご覧いただけたらと思います。こちら動画の詳細欄にもリンクを貼っておきました。続いて、4の5としてタイトルの付け方ですね。で、ここも、3行で解説していきます。で、世の中にはテクニック論が多いですね。で、結論としては最初の見出しをタイトルにするだけです。で、僕はこれで月間80万 PV を作りましたっていう感じで、すごいシンプルですね。例えば、これ具体例見せた方がわかりやすいと思うんですけど、例えば SEO 検索意図っていうキーワードで僕の記事が1位になってますね。で、これ、クリックをすると、タイトルが SEO における検索意図の重要性とはってなってますよね。で、これ最初の見出しを見ると、最初の見出しこれですね。SEO における検索意図の重要性とはっていう感じで、基本的には最初の見出しをタイトルにする。もうこれだけです。もうほぼこれだけで OK です。で、その次、この、最初の見出し以降の括弧の部分ですね。ここは、補足の説明的なものを入れておけば OK でして、まあ、ぶっちゃけそこまで重要じゃないです。一番重要なのは最初ここですね。このタイトルと最初の見出しを合わせるっていうことだけです。もう一個具体例出しますね。これブログ書けないっていうキーワードで、またこれ僕の記事1位なんですけど、で、これを見ると、あなたがブログを書けない理由、それはプロ意識がないからです。っていうタイトルになっていて、で、これも最初の見出しを見ると、まあ、そのまんまですよね。あなたがブログを書けない理由はプロ意識がないからっていうふうになってます。っていう感じで、まあ、基本的に最初の見出しをタイトルにしちゃえば OK です。で、具体的な記事の書き方っていうのは先ほどの前の項目でお話しした、ブログ記事の書き方の動画で解説をしていまして、で、その通りに書きつつ最初の見出しをタイトルにする。まあ、それだけで基本的にもほぼ上位取れるので、まあ、初心者だったら、ルールに忠実にやった方がいいので、僕のこのノウハウのままでいいんじゃないかなと思っています。で、あと参考までに、クリック率の高まるタイトルっていうのがあって、で、これ僕がよく使う、まあ、ちょっとしたテクニック的な話ですね。で、これも記事にまとめていて、で、これ動画の詳細欄に貼っておきました。で、具体的にちょっとお話ししておくと、理由っていうワードを入れたりとか、あと方法っていうワードを入れるとか、あと数字を入れるとか、なぜから始めるとか、0円無料というワードを入れるとかですね。で、こんな感じでテクニックがあって、で、このあたりっていうのを、うまい感じに入れていくと増やしやすいかなと思います。というわけで、タイトルの付け方すごいシンプルですね。結論は最初の見出しをタイトルにするだけ。これで OK です。はい、続いて4の6、メタディスクリプションについて解説していきます。で、メタディスクリプション、最初に何かっていうのを解説すると、検索したときに、ここの部分ですね。SEO 検索意図とかで検索したときに、ここの今、僕が青文字にした場所です。
で、覚えておくべきポイントとしては、ここ太文字になってますよね。SEO 検索意図みたいな。で、ここも検索意図みたいな。で、ここ SEO。で、ここ検索意図みたいな。で、キーワードとマッチすると太字になるので、まず第一のポイントとして、キーワードは絶対に入れた方がいいですよね。っていうのを含めちょっと解説しておくと、重要性は徐々に下がってますね。で、これ、昔はまあかなり重要だったんですけど、最近はそこまでっていう感じです。で、しかし、まあ、とりあえず書いておきましょうっていうのが結論ですね。で、じゃあ書き方どうやったらいいかっていうと、まあ、これテンプレあります。めちゃくちゃ簡単です。で、具体的な方法、僕のブログに書いてるんですけど、これも詳細欄に貼っておきます。で、テンプレこれですね。読者への問いかけ、記事の内容、アクションを促す。もうこれだけです。例えば、この記事だと、SEO 対策でメタディスクリプションの詳細解説っていう記事なんですけど、じゃあこの記事のメタディスクリプションの場合ですね。で、問いかけ、記事の内容、アクションっていう順番なんですけど、まあ、読み上げていくとここですね。SEO 対策のメタディスクリプションに関する網羅的な情報を知りたいですか？これが問いかけですよね。で、その次、記事の内容。本記事ではメタディスクリプションの概要説明から実装方法、効果的な書き方を解説します。これが内容ですね。で、最後、アクションを促せば OK です。メタディスクリプションをマスターしたい方は必見です。もうこれだけですね。全記事、これで統一できます。もう一個挙げておくと、プログラミングスクールを紹介する記事の場合とかですね。例えば、こちらの記事です。プログラミングスクールおすすめ3社みたいな記事ですね。で、基本的にこれも簡単ですね。おすすめのプログラミングスクールが知りたいですかっていう問いかけがあって、その次に本記事ではニーズ別にスクールを比較しましたみたいな記事の内容ですね。で、最後、これからプログラミング学習を考えている方はぜひ記事をご覧くださいというアクションを促す。で、これで今134文字なんですけど、基本的に150文字以内ぐらいですね。それぐらいを目安に書いていくとベストです。はい、それでもう一つ、じゃあメタディスクリプションどこに書けばいいのっていう話なんですけど、ワードプレスの場合はこの記事投稿部分の下にあります。ここですね、ディスクリプション。で、ここにオールインワン SEO パックっていうふうに書いてあるんですけど、これ、SEO のプラグインでして、で、これ入れてない人は入れた方がいいですね。で、入れるとディスクリプションの入力欄っていうのが出てくるので、ここに入力したら OK です。というわけで以上がメタディスクリプションの解説です。はい、続いて 4-7 メタキーワードについて解説をします。で、これぶっちゃけると、もうほぼ重要じゃないというか必要のない、概念ですね。で、昔はメタキーワードって場所にキーワードいっぱい入れると順位が上がってたりしたんですけど、まあ、最近まあそういった、いわゆる、悪い手法みたいなの使えなくなっちゃったので、ぶっちゃけ書かなくてもいいレベルで不要です。まあ、ただ、とりあえず書いといてもいいかなっていうぐらいなので、一応解説をしておくと、例えばこれワードプレスの画面ですね。で、SEO の、検索意図の解説みたいな。例えば SEO 検索意図っていうキーワードを狙うとしますよね。で、ここに、本文が入っていくんですけど、で、それで、オールインワン SEO パックの場所で、ここタイトルですね。で、ここに先ほど解説したようにディスクリプションを入れますよね。で、その後に、ここにキーワードを入れるんですけど、入れ方としては、こんな感じですね。SEO。で、ここが、わかりづらいんですけど、半角スペースです。全角だとこうなるんですけど、これじゃなくて半角ですね。こんな感じです。で、あと、記事によっては、SEO 検索意図と、あと、なんか SEO、検索方法みたいな。まあ、記事によっては2つのキーワードを狙ったりもする場合があったりするんですけど、そういう時は、カンマで区切ります。よくある間違いとして、こうやって点で区切っちゃってる人いるんですけど、これだと Google が認識しないので、半角スペースですね。半角のカンマです。全角じゃないです。ここだけ気をつけてください。というわけで、メタキーワード、こんな感じの解説です。はい、続いて、4-8、リライトの方法を解説していきます。で、リライト、これ勘違いする人がすごい多くて、で、初心者の方で多いんですけど、なんか、意味もなくリライトするみたいな。例えば、なんか、過去記事を見返して、で、あれ、なんか、この記事、ちょっと微妙な気がするな、みたいな。
で、それでリライトするっていう、なんか雰囲気リライトみたいな感じですね。で、そういうのやっても基本的に意味なくて、じゃあ何のためにリライトするかっていうと、順位を上げるためにリライトします。これが目的ですね。で、順位を上げる以外のリライトっていうのは基本的に不要なので、やる必要がないです。そこに時間かけていても、成果にはつながらないですね。で、じゃあどんな感じでリライトすればいいかっていうと、競合を分析しつつ3ヶ月に1回ぐらいリライトしましょうっていう感じですね。で、基本的に記事不足の場合が多いっていうふうに書いていて、ちょっと順を追って解説をしていくと、まずリライトの目的として順位を上げますよね。で、順位を向上させるためには、まずそもそもそのキーワードで何位かっていうのを見ておかないといけません。で、そのために、僕、これ別の動画で説明してるんですけど、SEO でキーワード順位チェックツールのランクトラッカーっていうのがありまして、で、これを使うことで、キーワードの順位を測ることができますね。で、まずはこれを導入した方がいいと思います。で、これ有料のツールなんですけど、一応無料のツールだったりもあって、で、そっちでも全然大丈夫です。なので、一旦こっちの動画も見ておいていただけると嬉しいです。で、これ動画の詳細欄に貼っています。で、ここで、まず順位が測れますよね。で、順位測ったら、SEO って基本的に上がってくるまでに3ヶ月から半年かかるので、3ヶ月から半年おきにリライトすれば OK ですね。で、その際に競合を分析しつつリライトするんですけど、じゃあどういった感じで、問題点を見つけていけばいいかっていうと、基本的に、このあたりですね。で、これも僕の記事で解説をしていて、で、タイトルにキーワードが入っているか、文字数は32文字以内か、H2、H3 見出しにキーワードが入っているか、序文で読者の心を掴んでいるか、本文内で関連キーワードが網羅されているか、読者の滞在時間は十分か、短い場合は伸ばせないか、みたいな。で、ここ結構細かい話なんですけど、一応、この SEO リライトの勘違い、それ無駄じゃないですかっていう記事で解説をしていて、で、これも参考リンクを動画詳細欄に貼ってあるので見てほしいんですけど、まあ、とはいえ、基本的な問題、大半の場合における問題っていうのは関連記事が足りないっていう場合がすごい多いですね。で、これ何かっていうと、ある程度 SEO 慣れてる人ってもう大体このあたりってちゃんと意識できてたりしますね。で、もしこれを見てる方で、この今、僕が選択しているこの部分ですね。このあたり全然理解できてない場合は、まずは、記事を書きつつ、このあたりを理解するべきですね。で、ただ、それでも順位上がんないっていう場合は、基本的にここに書いたんですけど、関連記事。基本的には記事不足の場合がめちゃくちゃ多いです。で、じゃあ例えばなんですけど、アフィリエイトみたいなキーワードで僕は上位を取っていて、で、じゃあ何記事入れてるかっていうと、こちらですね。で、これ僕が使ってる順位チェックツールなんですけど、まあ、こんな感じで1位をこう量産していて、それで、合計の記事数っていうのを見ることができるんですけど、今のところ合計だと69記事ですね。アフィリエイトってキーワードに対して僕は69本の記事をぶち込んで、それで上位を取ってる感じです。で、普通の人からしたら、いや、そんな一つのテーマで70本近く書けないよって思うかもしれないんですけど、やっぱり SEO で上位取るには、その分野で専門知識っていうのが必要で、僕の場合は専門知識がアフィリエイトでした。なので、アフィリエイトの記事を書きまくって、で、それで上位取れてるって感じですね。で、一方で、やっぱり記事数が少ないと上がらなくて、例えば投資とかですね。僕はインデックス投資っていうのもやったりしていまして、で、投資系の記事も書いてるんですけど、やっぱりこれ見てわかるんですけど、例えば投資信託ポートフォリオ20代みたいな。で、これ7位入っていて、インデックスポートフォリオ。で、これ8位みたいな。まあ、ある程度順位入ってたりはするんですけど、ただ1位とか全然取れてないですよね。で、なんでかっていうと、6記事しか入れてないからです。で、まあ、戻るんですけど、アフィリエイトだと70記事近く入れてるので、全体として順位がつきやすいっていう状況ですね。なので、話を戻すと、リライトっていうのはすごい大切なんですけど、まあ、ただとはいえ、大半の場合は記事不足の場合が多いですね。で、記事不足っていうのはその関連記事の不足ですね。なので、リライトというか、その順位が上がらない場合は、まずこの僕の記事で問題点をチェックしてほしいんですけど、
こういった問題点をチェックしても、それでも上がらない場合は、関連記事がちゃんと足りているのかっていう場所もしっかりチェックするのが大切かなと思います。はい、というわけで、ここまでで1から4までの解説が終わりましたね。検索エンジンの仕組みから、基礎編、中級編、実践編っていうふうに進んでいって、今4まで終わった感じですね。で、この後、5の豆知識の場所っていうのも解説していくんですけど、現時点で、この4まで理解できたのであれば、ここからある程度も手をガンガン動かす方が、成果出しやすいかなというふうに思ってます。というわけで、豆知識も大切なんですけど、一番コアな大切な知識っていうのは、この1から4に集約されています。で、もしここまで見てよくわかんない場所とかあったら、YouTube のコメント欄に書いていただけたら、僕の方で回答していきます。で、それでは続いて、豆知識の方ですね。こちら進んでいこうと思います。で、豆知識こんな感じですね。で、ここも少し量が多いんですけど、順番に解説をしていきます。で、5の1、よく使うツールの解説。5の2、記事内の画像選びのコツ。5の3、オルトタグの使い方。5の4、ブラックハット SEO。5の5、セールスライティングの基礎。5の6、ドメインの選び方。5の7、ノーフォローとノーインデックスの使い方。5の8、301リダイレクトの使い方。5の9、SNS 運用の重要性。こんな感じで順番に説明をしていきます。はい、それでは5の1、よく使うツールを解説していきます。まず1つ目、ランクトラッカーで、これ先ほども説明した通りで、順位チェックツールとしてランクトラッカーおすすめです。で、SEO やるにせよ、アフィリエイトやるにせよ、どちらにせよ順位っていうのは測っていないと、なんて言うんですかね、SEO の攻略っていうのは不可能なので、必ず入れておきましょうという感じですね。で、その次、Google Analytics ですね。これもすごい定番ツールで、まだ入れてない方いたらすぐ入れてほしいんですけど、これが公式サイトですね。で、Google の Gmail 持ってれば無料で使うことができます。で、その次、Search Console。これも Google のツールなんですけど、これもキーワード用のツールですね。で、これも無料で使えるので、ぜひ入れてください。で、じゃあどんな感じな使い方をしていくかっていうのを簡単に説明していくと、アナリティクスをまず解説すると、こんな感じですね。確認項目、そんなにぶっちゃけ分析しないでいいんですけど、やるべきことは、基本的にこの2つです。先月比でアクセスが伸びているか。で、2つ目がよく読まれている記事はどれか。で、アナリティクスを入れつつ、サイトだったりを運営して、で、毎月、アクセスを見ていってください。で、先月と比べて伸びていっていれば、そのサイト運営では基本的に問題ないってことなので、それ続けていけば OK ですね。で、あと、どの記事がどれぐらい読まれてるかっていうのを見ることができるので、それも確認しておいて、で、じゃあなんでこの記事はよく読まれてんだろうみたいな、そういったのを考えると勉強になりますね。で、具体的なアナリティクスの使い方とかは、検索すればすぐ出てくるので、この動画での解説っていうのは、やめておきます。で、最後、これやらなくてもいいんですけど、リアルタイムアクセス解析を眺めるっていうのも多少勉強になります。で、例えばこれ僕のサイトのリアルタイムアクセスなんですけど、今現在146名っていうのが訪れていて、で、どういった、参照元から来てるかとか、どういった感じで、どの記事が何人に読まれてるかみたいな、これを見ることができますね。で、ただ、サイト運営したての頃って、リアルタイム見ても常にゼロっていう数字だけだと思うんですけど、じゃあ、どのタイミングで見るかっていうと、SNS で拡散した時ですね。で、こんな感じで、SEO だけじゃなく、SNS の運用もちゃんとやりましょうっていう話を、以前の項目でしたと思うんですけど、その時に、例えば、ツイッターのアカウントを育てるなりして、で、それで、記事を書いたら、ツイッターで拡散します。で、それで、SNS からリアルタイムでどれぐらい入ってくるかですね。っていうのを見ておくのも、一つ勉強になるんじゃないかなと思います。どういった記事が反応いいかとか、っていうのが、数字で、リアルタイムで勉強できますね。っていうのが、一つです。で、その次に、Search Console の使い方ですね。で、これも、簡単に解説をしておくと、そうですね、これで、
例えばこれちょっとややこしいんですけど、サーチコンソールっていうのはキーワードの順位を測ることができるツールで、例えばランクトラッカーと似ていて、ランクトラッカーもこれキーワードの順位を測るツールですね。で、例えばまず手順として最初に記事を書くじゃないですか。で、記事を書いた時に、英語リスニングアプリみたいな、このキーワードを狙ったとして、で、それで、キーワード順位っていうのをランクトラッカーでチェックしますね。で、ただ、その後に3ヶ月後ぐらいに、また順位を見てほしいんですけど、例えば3ヶ月後にトイックアプリとかで流入していた場合ですね。で、何が言いたいかっていうと、英語リスニングアプリっていうキーワードで記事を書いて、で、3ヶ月経って順位を確認してみたら、なぜかその記事にトイックアプリっていうキーワードで読者がたくさん流入してたみたいな。で、これ結果的に見ると、まあ流入してるからいいじゃんって思うかもしれないんですけど、まあ、ただそもそも最初英語リスニングアプリっていうキーワードで上位を取ろうとしていたのに、蓋を開けてみたらトイックアプリで流入していましたみたいな。こういう状況だと、狙ったキーワードで上位を取れなくなっちゃいますよね。なので、定期的にサーチコンソールを見つつ、ちゃんと自分が狙ったキーワードで、読者が流入しているかっていう、そのズレがないのかっていうのをチェックしておくのが大切かなと思います。はい、続いて 5-2、記事内の画像選びのコツについて解説をしていきます。で、これよく聞かれるんですけど、なんかブログだったりサイトの画像をどうしたらいいですかっていう話ですね。で、結論としてはもうとりあえず見やすければ OK です。で、基本的にじゃあどこに入れるかっていうと H2 タグの下ですね。で、資金があるなら有料画像を使いましょうという感じで、例えば、こちらの記事ですね。プログラミングは AI で自動化されていく。っていう記事で画像を入れるポイントは、まずはこれアイキャッチ画像ですね。一番上に画像を入れます。で、その後に、これが H2 タグですね。で、H2 っていう見出しの下に入れる感じで OK です。で、バーってやって、で、その後にまた H2 があって、で、この下に画像を入れる。まあ、基本的にもうこれだけで大丈夫ですね。そんな何も難しいことはないと思います。で、僕のサイト、ありがたいことに結構画像綺麗っていうふうによく言われるんですけど、じゃあ何を使ってるかっていうと、こちらのシャッターストックっていうサイトを使っていて、で、試しにじゃあ SEO で検索をしてみます。ですると、まあ、こんな感じですね。結構綺麗な画像。まあ、ただ、有料で月2万円ぐらいですかね、かかっちゃうんですけど、まあ、ただこういった感じで高品質な画像を使うことができます。で、画像を高品質にすると、サイトの見栄えがすごい綺麗になりますね。こんな感じです。なので、資金に余裕があるなら、できれば有料画像を使うといいですね。それで、有料がきついっていう場合は、オーダンというサイトがおすすめです。で、試しにこれ SEO で調べてみると、まあ、こんな感じですね。で、いろいろ画像が出てきて、ちょっと読み込みに時間がかかるんですけど、まあ、こんな感じですね。で、これもまあかなり綺麗ですよね。で、注目してほしいのはこのサイドバーのところで、今、アースプラッシュっていうのが選択されてるんですけど、で、あとこのピクセルズっていうのをクリックすると、また別のサイトからこう、画像を引っ張ってくれる感じですね。で、あとピクスタボーイとか、まあいろいろあって、で、こんな感じで、無料の素材っていうのをこう、一覧でバーって取得することができて、で、これ全部フリーなので、まあ、もしそのシャッターストックに課金するのがきつい場合は、最初はオーダンからスタートする感じでいいんじゃないかなと思います。というわけで画像選びはこんな感じです。はい、続いて5-3、オルトタグの使い方です。で、これ基本的にまあ適当で OK です。ぶっちゃけ、入力しなくてもよかったりしますね。で、じゃあどういう時に使うかっていうと、撮影した画像にはちゃんと入力すべきかなっていうふうに思います。で、良い方法は H2 のコピペですという感じで、じゃあ具体的に解説をしていくと、じゃあ例えばこの記事、僕が宮古島でノマド生活をしてきた時の記事で、で、写真っていうのは実際に全て僕が撮影してきたものなんですけど、例えばこういった写真ですね。で、これ結構頑張って撮影したんですけど、まあなんか、こういった記事で、で、ここに画像が入っていて、ここにオルトタグを入れる感じですね。で、画像って基本的にこの IMG-SRC っていう感じになってて、で、例えばファイル名、miyako.jp みたいになってる、.jpg とかになってるんですけど、ここのオルトタグに、ここをコピペする感じですね。
なので具体的にはまあこういった感じです。でやると画像のオルトタグに自然にキーワードが入るので入力の手間が省けるっていう感じですね。なので基本的にこんな感じで問題ないかなと思います。ベストなことを言うと、すべての画像に対して適切にオルトタグっていうその画像の説明文っていうのを入れた方がいいんですけど、まあとはいえ結構大変なので、僕がやるときは基本的に H2 タグをコピペするだけですね。これで大きな問題はありません。ここの場合もそうですね。H2 タグをコピペ。っていう感じで OK かなと思います。はい、続いて、ブラックハット SEO について解説をしていきます。で、基本的に今回3つご紹介しようと思います。まず1つ目、長文 SEO。2つ目、301リダイレクト。3つ目、サテライトの非リンクっていう感じですね。で、これ、まあ、全てが全てブラックってわけではないんですけど、まあ、一応、あまり良しとされないようなやり方ですね。まあ、ただこれで結構上位取れたりっていうのもあります。で、例えば、長文 SEO。で、これ、競合が少ないキーワードだと、劇的に効くんですけど、例えば、哲学書おすすめみたいな記事、キーワードですね。で、これ、上位を見ていくと、これ、まず8000ですよね。本8000。で、この次、5000ですよね。で、ここのサイト、これ、長文 SEO ですね。77000っていう記事があって。で、その下10000ですね。で、その下15000。で、これ何が言いたいかっていうと、まあ、こういったキーワードに対して、50銭ぐらいを当てれば、まあ、割と上位取れますね。というわけで、哲学書をおすすめとか、どうしても上位取りたいんだったら、50銭ぐらいの記事をぶち込んでみるみたいな。それが長文 SEO です。で、一方で、例えば、アニメおすすめとかですね。で、こういったキーワードだと、すでにランキング40とか45とか、あと80とか、あと100とかですね。ベスト100とか。で、こういった記事だと、もうすでに、長い記事が多いので、ここに対して長文 SE をかぶせに行くと結構消耗戦になりがちです。人によっては、ここに200選とかっていうのを入れたりするんですけど、まあ、ただ、記事が長くなれば上がりやすいっていうのはまあ確かにあるんですけど、まあただ長すぎると読者が今度離脱するので、そうすると Google から順位が下げられるっていう状況で、あくまで長文 SEO は競合が少ない時だけ、有効な手段です。で、競合が増えていっちゃうと、基本的に聞きづらくなりますね。っていうのが一つと、あともう一つ次に301リダイレクトですね。これ個人的に一押しな方法なんですけど、やり方は簡単に解説をしていきます。まず、2016年の時点でブログ稼ぐっていうキーワードで記事を書いたとします。で、その URL を、まあ、例えば manablog.org の稼ぐ01にしますよね。で、その後にブログをさらに運営して、2018年にまたブログスペース稼ぐっていうキーワードで記事を書いたとしますね。で、その URL をmanablog.org/稼ぐ02みたいにします。で、基本的にブログって書いていくと慣れていくと思うので、じゃあ2016年と2018年のコンテンツで、どっちが品質が高いかって言われたら多分2018年になると思います。で、その場合は、2018年の記事から16年の記事に301リダイレクトをするみたいなやり方ですね。で、これ、リダイレクトの本来の使い方とは違うんですけど、まあ、ただこれをやると結構順位が上がったりします。で、リダイレクト301。で、ここで、すら稼ぐ。で、スペース、https、マナブログ稼ぐ02っていう、まあ、こういった書き方をするんですけど、これを、.htaccess ですね。アクセスっていうファイルに記載をします。まあ、ただこれちょっとプログラミングの知識というかサーバーをいじらないといけないので若干難しいかもしれないです。まあ、ただ検索すればやり方出てきますし僕のサイトでも解説をしていますので参考の記事っていうのはブログじゃない動画の詳細欄に貼っておきました。というわけでこれが301リダイレクトですね。で、その次、サテライトの非リンクっていう戦略なんですけど、まあ、これちょっと危険で、まあ、ただ、やり方だけちょっと説明をしておくと、これですね。
サテライトサイトのやり方です。で、例えば、サイト A っていうのがプログラミングスクール紹介のサイトだとします。で、サイト B がプログラミング学習者の日記みたいな。で、サイト C がプログラミング学習者の日記みたいな。まあ、これ2つ一緒ですね。で、これ ABC ってドメイン全部別々にするんですけど、まあ、ただ実は運営者は全員一緒っていう感じですね。で、じゃあどうやってやっていくかっていうと、プログラミングスクールっていう商品を売るためには、プログラミングスクールのおすすめっていう記事で上位を取れば、基本的に収益が発生します。で、その際に、A っていうのが今回メインのサイトですね。収益を上げるためのサイト。で、その周りに B と C っていうサテライトサイトがあるんですけど、プログラミング学習者の日記っていう B っていうサイトで、プログラミング学習方法みたいな記事を書きます。で、この記事を書きつつ、プログラミングスクールに行くんだったら、このサイト A の記事を見るといいですよって感じで、ここで非リンクを貼る感じですね。で、こっちも一緒です。C に関しても、プログラミング学習をして、それでスクールとか入りたいんだったら、この A のサイトの記事を見るといいですよみたいな、まあ、いわゆるステマみたいな感じですね。っていう感じで、A っていうサイトに対して B、C から非リンクっていうのを流すことで A が上がるみたいな。これがサテライト戦略ですね。で、これやって、基本的に結構効果あったりはするんですけど、まあ、ただ最近 Google にバレやすくなったりとかもしてるので、ぶっちゃけ無理にやんなくていいんじゃないかなと思います。で、僕はもちろんこういったサイトは、こういった方法は使っていないんですけど、まあ、ただそれでも、結構上位っていうのは取れてるので、まあ、一応今回ブラックアット SE を紹介はしてるんですけど、まあ、基本的におすすめはしないです。いきなり Google に飛ばされたりっていうリスクもあるので、正直ちゃんとサイト運営していく方がいいんじゃないかなと思います。はい、続いて 5-5、セールスライティングの基礎について解説をしていきます。で、今回セールスライティングはちょっと基礎だけ触れていこうと思います。で、なんでかっていうと、まあ、セールスライティングってめちゃくちゃ奥が深くて、で、ここだけ解説していくと、まあ、それこそなんか1時間、2時間とかかかっていっちゃうので、最初の基礎部分だけですね。で、3行で解説すると、まず売れるリンクっていうのは広告って気づかれないですね。で、基礎的なテクニックは3つだけ。無料は最強、失敗を避けるお客さんが選ぶ。で、このあたりを意識するとよくて、で、このあたり詳しくは、この僕のブログですね。こちらです。で、これも動画の詳細欄にリンクを貼ったんですけど、アフィリエイトに便利な心理学テクニックっていうところで記事を書いています。で、これ、そうですね、一つだけじゃあどういったリンクだと売れるかっていう、まあ、クリックされるかっていう実例を解説すると、例えばこういった記事ですね。ワードプレスを使ったブログの始め方っていう記事があって、で、こういった記事は制約します。商品が売れます。で、例えばどこから売れるかっていうと、まあ、ここですね。まず手順の1、ワードプレスを使ってブログを始めるにはドメインを取得しましょうっていう手順があって、で、そこでここにお名前 .com っていうふうにリンクを貼ってるんですけど、ここが実はアフィリエイトのリンクになっていて、で、ここからめちゃくちゃ制約しますね。で、その後もそうですね、これサーバーレンタルっていうふうになっていて、で、ここで X サーバーっていうのを紹介してるんですけど、ここも制約します。こういった感じで、まあ、これも一種のセールスライティングのやり方ですね。で、そうですね。で、こんな感じで、まあ、ちょっとここだけ深掘りしちゃうと時間かかりすぎるので、一旦これぐらいにしておこうと思います。で、詳しくはこっちの記事の方を見ていただけたらという感じです。はい、続いて 5-6、ドメインの選び方ですね。で、これ基本何でも OK です。まあ、ただ、強いて言うんだったら、.com か .net がいいです。で、なんでかっていうと、これ日本人が見慣れているドメインなので、例えば最近だと .life みたいなドメインがあったりするんですけど、まあ、人によってはなんか怪しいって思われる可能性もあるので、まあ、そういった可能性を排除するためにも、.com、.net、まあ、どちらかがいいかなっていう感じです。で、続いて日本語ドメインに関してなんですけど、一時期昔だと日本語ドメインの方が上がりやすいみたいな、順位が上がるみたいな時期もあったんですけど、まあ、最近だと正直ほぼ関係ないので、まあ、全然日本語ドメインじゃなくて英語でいいんじゃないかなっていうふうに思います。
で、日本語ドメインだと SNS とかでシェアしたときに、なんか文字化けみたいなのを起こしちゃうので、できればアルファベットを選んでおいた方がいいですね。で、最後、中古ドメイン。で、中古ドメインは、まあ、結論から言うと、2018年の12月にこれを撮影していて、で、今現在でも中古ドメインだと、順位は上がったりはします。ただ、順位が高速で上がったりはするんですけど、とはいえ、いきなり Google に飛ばされたりするので、長期視点でサイトを運営していくのであれば、まあ、ぶっちゃけどうなんだろうなっていう、僕の結論としては、まあ、新規ドメインの方が、いいんじゃないかなっていうふうに思っています。続いて5の7、ノーフォローとノーインデックスの使い方を解説していきます。で、これ結論から言うと、まあ、基本的には使わなくて OK ですね。まあ、ただ、厳密に細かい場所まで見たい人は、ワードプレスだったらタグとカテゴリーに設定しても OK です。まあ、とはいえこれ重要性は減り続けていて、で、じゃあタグとカテゴリーに設定するんですけど、じゃあなんでそこに設定するかっていうと、例えば、じゃあ僕のサイトに行きますね。で、それで、ここですね。ここがカテゴリーなんですけど、ここの部分ですね。で、例えばここをクリックすると、manablog.org/category/marketing/SEO みたいな、SEO に関する記事一覧が見れて、で、現時点だと僕のサイトってこうやって SEO に関する記事っていうのが十分に入ってるんですけど、まあ、ただ、サイトが新しい頃とかって、こうやってカテゴリー一覧のページに行ったとしても記事が2、3個しかなかったりしますよね。で、なのでそういった場合は、このカテゴリーページとかノーインデックスにしておくべきですね。で、まあ、これすごい細かい話なんで、ぶっちゃけやらなくてもいいんですけど、例えばやり方としては、このオールインワン SEO パックのプラグイン設定というところに行って、で、下の方に行くと、下の方に行くと、ここですね。で、ここでノーインデックス設定っていうのがあって、で、カテゴリーをノーインデックスにするにチェックマークを入れておけば OK です。あと、日付別アーカイブノーインデックス、ここもチェック入れといた方がいいですね。なので、まあ、設定はこの僕と同じでいいと思います。ここからここすべてチェックするみたいな。こんな感じで。まあ、ただこれやってもやんなくても、ぶっちゃけそこまで変わらないですね。厳密に言うと2016年とかには、ここをしっかりやっといた方が良かった時期っていうのはあるんですけど、2018年現在だとほぼ関係なくなってるので、まあ、そこまで神経質にならなくても OK なパートです。続いて、5-8301リダイレクトの使い方っていうところで、これ先ほどブラックハット SEO の場所でもちょっと解説したんですけど、またもう一つ別の使い方があるので、解説していきます。で、これ使い方によってはかなり便利なものでして、で、まあ先ほどもお伝えした通り、.ht アクセスっていうのをいじるので、まあ、若干難しかったりはするんですけど、リライトするときに便利だったりします。で、例えば、こういった記事ですね。検索エンジンの仕組みとはみたいな記事を僕が書いていて、で、これ書いたのが2016年とかですかね、に書いたんですけど、じゃあ2018年になって読み返してみたら、なんか質が低かったみたいな、昔の記事の質が低すぎるみたいなことって、まあ結構よくある話だと思います。で、そうなった時に、まあこんな感じですね。まずこれ、ここが、2016年に書いた記事ですね。で、一方で、これが、質が低すぎた。で、質が低すぎたので、リライトした。リライトした。で、これが2018年ぐらいだったとします。で、その時に、最初2016年の時に書いた記事は、https の manablog.org/search engine っていうこれ。これが、URL ですね。でも質が低い。なので、リライトして、manablog.org のサーチエンジン02みたいな感じで、新規記事を書いちゃう感じですね。で、このまま2つの記事残しておくと、記事の重複になっちゃって、SEO 的にあまり良くないので、なので、リダイレクトする感じですね。301で。で、リダイレクト301すらサーチエンジンっていう、この記事を、こちらにリダイレクトしてくださいっていう書き方がこれですね。で、こんな感じでやると、Google の検索結果からこっちが消去されて、こっちだけ残ります。で、ドメインパワーとか記事のパワーっていうのは、この古い記事っていうのを引き継いだ状態で、この新規記事が出来上がるので、こっちの順位が上がりやすいっていう特性がありますね。
という感じで、301D ダイレクト、まあ、なんかいろんな使い方があって割と便利だったりします。はい、というわけで最終パート 5-9 SNS 運用の重要性ですね。で、正直2019年とかから SEO に注力するなら SNS は完全に必須かなっていうふうに思っています。でこれ実はあまり気づかれていないんですけど、指名検索が増えると Google の評価っていうのはすごい上がりますね。で、なんで上がるかっていうと、これあくまで、すいません、僕の仮説なんですけど、指名検索が増えるとそのサイトがブランディングされてるっていうふうに Google が多分認知するんだと思います。で、現在、僕のサイトっていうのは、サイト名マナブログで月間5000回ぐらい検索されていまして、で、指名検索が今はあるんですけど、昔はもちろんなかったですね。で、ある時期となかった時期で、順位のつき方っていうのが正直もう何倍も変わってくるので、ここっていうのはすごい注力すべきところです。で、じゃあどうやって注力するかっていうと、SNS で露出をして、で、サイトの知名度っていうのを上げていくしかないですね。で、これはすごい、まあ、時間かかっちゃうんですけど、まあ、ただ、大切なことだなと思います。一応 Twitter でフォロワーを増やす方法っていうのがありまして、それは僕の動画の詳細欄に貼ってありますので、そちらから参考までご覧いただけたらと思います。というわけで、長々と SEO について解説をしてきたんですけど、以上となります。何か、もしわからないこととかがあれば、コメントいただけたら僕の方で回答していきますので、お気軽に質問いただけたらと思います。というわけで、以上となります。長々とご覧いただきましてありがとうございました。で、最後、もしよろしければ、チャンネル登録の方もしてもらえるととても嬉しいです。で、あと、Twitter の方でも、こういった情報っていうのを発信していますので、フォローしてもらえると嬉しいです。